はい、皆さんこんにちは。榊篤でございます。2時半になりましたですね。12月は12日の火曜日でございまして、まったりとした午後でしょうかね。はい。ですね、まあ、日経平均はですね、動きなしですね。プラス24、まあ、上がって始まったんですけど、だれてますね。ドル円も動きなしですね。 145.523 と、はい。香港もプラス110と、まあちょい上げですね。今日は総じて全般的にですね、動きは鈍いですね。原油堅調です。71.83 ですね。ドルウォンもですね、動きなしですね。1316。今日は珍しくトリッキーな動きがほとんどないというドルウォンでございますね。はい、本題行きましょう。ロイターでございまして、これ昨日の午後8時3分ですね。中国空母3艘が台湾海峡通過、台湾軍部隊が監視というですね。本文、台湾国防部によると、中国海軍空母3艘の艦隊が11日台湾海峡を通過し、監視のため台湾軍部隊を派遣した。3艘は11月初旬にも台湾海峡を通過。中国は来年1月の台湾総統選を控えて圧力を強めている。総統選に対するこう G 行動なんでしょうかね。アホなことしますね。国防部の発表によると、3艘の艦隊は台湾海峡なんか同海峡の中間線を越えなかった。台湾は艦隊を監視するために適切な部隊を派遣したという。国防部はインド太平洋地域の安全と繁栄は世界の発展と安定に密接に関係しており、この地域の全ての当事者が共有すべき、責務と責任であると表明。なんかようわからん。台湾軍は戦争を求めることなく、戦争に備え自衛能力を強化し、まあうにゃうにゃと、はい、まあそんな感じでございまして、台湾海峡はもちろん国際海峡ですんで、誰が通ろうといいわけですね。で、この三島といいますのは、中国初の国産空母、純国産空母でして、遼東というですね、旧ソ連がスクラップにしたですね、空母を再生させたですね、リャオトンというですね、空母の後継で、それにこう形状なんかはよく似ています。まあ言うてみれば1970年型というですね、非常に古いタイプでして、ジャンプ台方式のですね、こう飛行甲板を持っていまして、まあそこから飛行機を飛び出させると。まあまあ、ものすごい旧式な空母なんですね。で、これがですね、母港が海南島といいまして、ですね、まあ中国の南の方の島ですね、ベトナムに近いところなんですけど、そこが母港なんで、まあ中国沿岸を行ったり来たりしてるだけの空母なんですけども、まあ、ついでに台湾海峡を通ったということでしょうね。台湾の総統選挙を睨んでですね、うらお前らっつってこう脅してるんであれば、アホなことですね。というのはですね、台湾海峡ってね、まあ確かにそこを通ればですね、航路が短くできるんですね、日本に来る場合とか。もちろん中国の、トンペイエリアに行くにもですね、まあ近いわけですから、まあ通るのはあれですけど、台湾海峡海、何だかな、海の深さ、深度がですね、ほぼ200メートルから300メートルぐらいしかない浅い海なんですね。で、まあ、潜水艦をね、潜ませることはできなくもないんですけども、200メートルぐらいから300メートルぐらいっていうのはですね、割と潜水艦を見つけやすい、深度というか、まあ、あれですね、海の深さであってですね、で、
逆に言えばですね、台湾海峡にはですね、台湾軍が設置したですね、この音響センサーみたいなのがいっぱい埋まってるはずなんですね。でというと、その3島のスクリューデータは取られやすいということなんですね。でそんなところなんでわざわざ行ってんやろうと僕は思うんですけども、あの、いや、わざわざですね、大学に乗って200キロぐらいしかないんですよ。で、あの、要は見えるんですね。で、あの、台湾ってね、その、あの台湾島だけじゃなくて、中国大陸に張り付いてる金門島とか、いろいろ島があって、そこも台湾の支配下にあるんですね。つまり台湾海峡というのは台湾にとってはですね、内海みたいなもんでですね、そこを通る船舶って全部監視できるし、データ収集できるわけですよね。で、そこをわざわざですね、あの、虎の子の空母を通らせるというのは、台湾軍にですね、その空母のデータを与えるようなもんなんですね、むしむし。だから普通ですね、空母というのは、まあ言うてみれば虎の子であってですね、一番秘匿すべき戦力であるんでですね、本来そんなとこうよいよささん方がいいに決まってるわけですよ。でもなんでうよいよしてんやろうと思うんですけど、多分中国の偉いさんがですね、まあ習近平やと思うんですけど、ほら、ちょっと脅せとかって言うて、それに基づく行動なんでしょうね。あの、非常にアホな、純軍事的に見るとですね、何の意味もないというか、むしろですね、台湾軍が大喜びしてる。俺取り入れたで、あいつらみたいなんですね。で、バンバン写真も撮って、映像も撮って、動画も撮ってですね、あの、スクリューンのデータも撮ってということをしてるんだと思います。で、何度も言うようにですね、あの、中国軍にとってですね、空母はなんで必要なんていうことですね。よう分からんわけですよ。あの、空母というのはですね、基地からですね、飛び立つ飛行機の作戦範囲外で航空作戦がも必要な時のためのもんであるんですね。だから基本的に本土から遠く離れたところで作戦行動、海軍の作戦行動が必要な場合に、こう、あの、使えるものであってですね、中国の場合ですね、本土の飛行基地からですね、航続距離的にこう作戦行動が無理な海外領土というのはほぼなくってですね、唯一あるのがですね、あの、あれですね、あの、南沙諸島ですね、南シナ海の南沙諸島は、ちょっと本土から行くにしたら、ですね、遠いかなと。まあ、行けんこともないんでしょうけども、ちょっと、あの、制限が多すぎるかな、という感じのところがですね、南沙諸島であって。ただ、ところが南沙諸島には実は、あの、あれですね、飛行場があるんですね。あの、中国が民間用と称して作った軍事、用の飛行場があってですね、そこは使えなくもないわけですね。いや、だから、いらんやん、空母と思うんですけど。あの、世界で一番空母を持てるのはもちろんアメリカでして、11戦闘隊を持ってますね。で、世界各地に、あの、行ってるんですけど、アメリカはね、あの、それこそ地球の裏側でもアメリカ軍じゃいって言って、こう行動してるわけであってですね、まあ、アメリカぐらいのことをやろうと思えば空母絶対必要なんですけど、じゃあですね、あの、中国やインドに空母必要かって言ったら、とてもないけど、全然必要ないですね。インドも2隻持ってるんですよ。空母。なんで必要なのかよくわかりませんけど、まあ、持ちたいから持ってるんでしょうね。日本はひょっとしたら必要です。日本って、あの、結構遠いところにね、領土があるわけですよ。それこそ台湾に近い島とかね、与那国島とかあるわけでしょ。で、だからそういうのを守ることになるとですね、やっぱり日本って空母必要なんですけど、まともな空母はありませんけどね、日本は。まあ、それはそれで、としましてですね、あの、きっとこれは中国の首脳部がですね、お前ちょっと台湾落としてこいって言われて、はーいってやってるんだけやと思うんですけども、何ら意味のない行動です。むしろ台湾側が大喜びで。空母ってね、今時の空母ってね、もう守るの大変なんですよ。超大変なんですよ。だからですね、で、金かかってるでしょ。あれ何兆円ってかかるんですよ。あれ1隻2兆円ぐらいかかるんですよ。そんなもん沈められたらたまらんでしょ。でも、弱いんですよ、空母って守りに。もうミサイルの2、3発くらいは多分沈みますよ、今の空母って。いや、だからですね、
中国海軍が何を考えてどうしてるのかよく分かりませんけど、私から見ると本当にアホな行動ですね。幼稚な G 行動とも言えないようなですね、行動ですね。はい、ということでこのロイターのアドレスを一応貼っておきます。はい、皆さんどうもありがとうございました。